はあ、皆さんこんばんは、ハルケです。今回はディフェンダー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新ベッドの選手たちを新しく追加をして更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらが最新版のディフェンダー選手のティアリストになってます。今週はですね、ラリーガの TOTS、そして5大リーグ最後となりましたセリエ A の、ね、TOTS の選手たちを主に追加をして更新をしました。まずは D ですね。 D はですね、こちら新選手何名かいますね。一幕で登場しましたビビアンだったり、あとはトラオレで、 TOTS のカラフィオーリで、そして2枚目に行きますと TOTS のメルジャンですね。ここら辺の選手を新しく追加をしてます。また下げた選手としてはですね、多くいまして、リコ・ルイス、フューチャースターですね、だったりとか、あとはファンタジー FC モリーナだったりとか、シープロライブのオグボンナだったりとか、そこら辺の選手を下げてるかなと思いますね。まずは新選手一幕で登場しましたビビアンですね。まあビビアンね、能力自体はね全然悪くはないしいいんですけど、なんかねこう理不尽さがないというか、あまり取りきれない選手になりました。自分が使っていた時は、まあ、普通にねビルドアップも上手い選手にはなるんで悪くはないんですけど、なんかこうそうですね、なんか身長の部分なのか、そこまでこう取りきれる選手ではなかったですね。あとはね、身長低いんですけど、なんかその低さの割にはあまり軽くないっていう風な感じで、ちょっとこう使いにくいセンターバック選手でしたね。そして続いてはトラオレですね。まあトラオレに関してはやっぱり冷静さの部分がちょっと気にはなってしまいますし、プレスかけられた時にちょっと遅くなってしまったりとか、まあ、重くなってしまったりとかはある選手になりますね。あとは視野の部分がですねちょっと低かったりとか、またロングパスの数値もちょっと低かったりとかするんで、ビルドアップでちょっと苦労することはね、普通のサイドバック選手よりかは多くなってしまうという風なことですね。またロングスローのプラスとかはあまりいらないかなっていう風な感じですし、まあ、守備のプレイスタイルジョッキーと、まあ、何かねプラスだったら良かったかなっていう風なところですね。でそして続いてカラフィオーリーですね。 S の選手、セリアで来た選手になりますね。まあ、この人はね S 選手としてはちょっと物足りないですかね。もちろんこの人も冷静さ、ちょっと足りないなっていう風には思いますし、守備能力もねやっぱセンターバック選手として見ると結構現状低くはなってしまいますね。もちろん予測だったりとかブロックとかついてるのは本当素晴らしいので、ここでまだこう補填はできているのかなというふうに思うんですけど、ただやっぱり能力の強さありきでプレイスタイルプラスがねいいの持ってるっていう選手が多いんで、まあ、そうなってくるとちょっと厳しいかな。あとはやっぱりロングパス、そのビルドアップ面で逆足3だったりとか、パス面そこまで上手くない選手になってますんで、悪くはないんでやっぱ S 選手なんでですけど、現状強いとは言えないですね。そして続いてはメルジャンですね。まあ、逆足5だったりとか、あとはサイドバックとしてスピードペースがあるっていうのは素晴らしいなと思います。ただやっぱり空中戦そこまで強くなかったりとか、まあフィジカル弱かったり、あとはこの人も冷静さ足りないなっていう風に思ったりはします。でリアクションも低いっていうのは現状ちょっと厳しかったりしますね。運んでいくサイドバックとして、まあ軽さもねある程度あったりとかはいいんですけど、まあもうちょっといい攻撃的なサイドバックはいるかなっていう風な感じですね。またサイドバックとしてパワーシュートのプラスはねえそこまでいらないかなっていう風には思いますんで、こうはクロスとかもちろん守備ですね、インターセプトとかブロックとか予測とかだったら良かったかなっていう風には思いますね。でそして続いては C ですね。 C はですねこちらも新選手何名か入れてますね。 TOTS のミゲルだったりとか、あとはカルバハルで、あとは一幕から来ましたディロレンツォですね。また下げた選手で言うとこちらも多くいまして、キビヨルかな、フューチャースターキビヨルだったりとか、あとは TOTS のデストだったりとか、またキンペンベかなも下げてますし、あとはネスタ、バースデーアイコンのネスタだったりとかも下げてます。また RTTF のエメルソンなんかもここに、ね、入れてますし、ファンタジー FC のペドロポッロなんかも少し下げたという風な形になってます。まずは新選手 TOTS ミゲルですね。ミゲル、まあミゲルに関してはねそこまで悪くはないですし、まあまだ使いようはあるのかなっていう風には感じます。
ただやっぱりフィジカルそこまで強くなかったりとかはねしますし、インターセプトがあまり数字高くないっていうのが、ちょっと気にはなりますね。あ、それ取ってくれへんねやっていう、それパスカット強い選手やったらしてくれてるやろなっていう風に思うところをちょっともう一歩いけなかったりとか、する選手になりますね。あとはもちろんペース早かったりとか、まあ、攻撃に上がらせていくサイドバックだったら全然ありだという風には思いますし、クロスのプラスもね備えているっていうのは素晴らしいです。クイックステップもねあるっていうのは本当素晴らしいですね。なのでまあもう少し強くなれたかなっていう風な選手で惜しかったですね。そして続いてはカルバハルですね。カルバハルもね、まあ悪くはないんだけど理不尽さはないかなっていう、まあラリーガの右サイドバック誰か欲しいっていう風になって、カルバハル、ラリーガで言うと強い方だと思うんですけど、わざわざ使わないなっていう風な感じですね。頑張ってくれたっていうのはあるんですけど、まあちょっと器用貧乏感が今作もありますね。もちろんクロスのプラスとかがねありますんで、クロス精度は結構高くってアシスト決めてくれたとか全然あるんですけど、まあ守備に関してもまあそれなりに普通で、また攻撃出ていく際にもドリブルめっちゃ軽いとかっていうわけではないっていう、なんかね本当によく言えばバランスいい、ただ悪く言えば中途半端感があるっていう風な選手になってましたんで、まあ、もう少し強化をされてほしかったなと思いますね。そして一幕できましたディロレンツォですね。まあ、この人もねサイドバックとしてペースがね、しっかりあったりとか守備能力も高くなりましたんで、悪くはない選手、ただフィジカルそこまで強くなかったりとか、あとはパス面ですね、パス面があまり上手くなかったりとかはしますね。もちろんプレイスタイルのね白の部分でねいいものついてますんで補填はある程度できるんですけど、やっぱもうちょっとこう能力的な部分が高くあればよかった、あとは逆足さんっていう風なところは気にはなったりしますね。予測とかブロックのプラス備えているのは素晴らしいので、この人もまあ惜しかったかな、もうちょっと強ければよかったかなっていう風な感じですね。レースでもちょっと足りないと思いますね。そして続いては B ですね。 B はですねこちらも新選手何名か入れてます。一幕から登場しましたボヌッチだったり、あとは目標ですねゲットできた赤金のアスピルクエタだったり、まあ、セリアからですね S のブレーメル、ディマルコをまた一幕でね登場してました。スモーリングだったりとか、まあ、最近、来ましたねジョルディアルバなんかもここに、入れてます。またですね、まあ、新しく追加っていうか、まあ、ズーレが91になってますかね。プレイスタイルプラスも2つつくっていう風なズーレになってます。またインカピも前回からと92になっているという風な感じですかね。でまあ下げた選手としてはですね、ウィンターワールドカードのウォーカーだったりとか、あとはフューチャースターのアレックス・バルであったりとか、ショダのチルウェル、あとはウドジだったりとかでですね、あとは V かな、バースデーの V だったりとか、ファンタジーマートセンなんか、ここら辺の選手を下げてますかね。まずは新選手ボヌッチですね。一幕で登場をしました。まあ、ケミが、難しいだけですね。かなり値段は安いので非常にコスパな選手になってます。逆足も読んでビルドアップ能力もすごく高い選手になっていて、守備力も結構高いと、まあ、フィジカルもね、強くって、まあ、ペースも88まで上がっているという風な感じですね。まあ、予測も、ね、一応白でついてますし、インターセプトブロックのプラスもあるという風な選手で、まあ、ケミが合えばですね非常に使うべき、そんな選手にはなってますね。スタメンに入っててもおかしくはないですね。でそして目標でゲットできました赤金アスピリクエタですね。まあラリーガで言うとカルバハルよりかは強いかなっていう風な感じですね。ただまあこれが目標なんかとは思わなかったですね。ある程度無難にこなせるよっていうスタメンに入っててもまあおかしくはないかなっていう風な感じですね。もっと強くなれた選手かなっていう風にも思いつつ、まあ実力は高くなったのかなっていうのは思いますね。一応やっぱインターセプトのプラス、あとはクロスのプラス、ここ非常にでかいのかなというふうには思いますし、一応予測だったりとかもついていると、クイックステップなんかもあるというふうなことですね。まあビルドアップはかなり上手い選手ですね。 S のサイドバックの中でも結構パス能力は高いのかなっていうふうには思いますし、またリアクション、あとは冷静さ、積極性、すごくねいい数値にはなってますし、ペースもね90まで上がったというふうな選手ですね。ただまあやっぱりフィジカルがそこまでなかったりとか、まあスタミナもうちょっと欲しいなっていうのはありますんで、まあ惜しかった、ただ十分 B に入っててもおかしくはないという風な選手ですね。でそして続いてはブレーメルですね。この人も結構コスパかなと
思いますね。特にやっぱりフィジカルでね負けないっていう風な力をしっかり持ってますし、空中戦もある程度強いと。でリアクション冷静さ積極性すべて90ね超えていて素晴らしいなと思いますし、ペースもね90まで上がっているという風な選手ですね。まあ予測とかがあればなお良かったっていう風な選手ですし、ビルドアップ能力ですね、パス面がもっと上手ければ良かったですね。結構ね逆足さんプラス、このパス面っていうのはちょっと本当に気をつけないといけないっていう風な選手になりますんで、守備で刈り取るだったりとか、まあ守るっていう風なところにおいては十分なんですけれども、まあもっといろんなことができるセンターバックはいるっていう風な選手ですね。そして続いてはディマルコですね。この人もね、まあ惜しかったな、 A に行けたような選手だと思います。もっと強くあれば、惜しかった、逆足さんだったりとか、あとはフィジカルとかがもうちょっと強ければっていう風な感じですね。あともちろんプレイスタイルプラスかな、まあ鋭いパスいいんですけど、ここがインターセプトとか、まあ予測とかだったらよかった。一応ね守備のプレイスタイルがジョッキーしかついてないんで、本当に能力高くなったんですけど、その能力だけで頑張ってるっていう風な選手ですね。まあクロスのプラスとかラピッドのプラスついていたりとか、ある程度こう軽さがねある選手になるんで、軽さと速さがある選手になるんで、上がらせるサイドバックとしてはねすごくいい選手になってます。クロスもね、数値的にはかなり高いんで、あディマルコよく頑張ってくれたなっていう風なシーンはねあるし、時にあ強いなって思う時はねあるんで、全然悪くはない選手ですね。そして続いては一幕から登場しましたスモーリングですね。まあブレーメルと同じような感じですかね。ビルドアップがそこまでうまくはないセンターバック選手になります。ただペースね、しっかりあったりとか、でかくて速くてっていう風な選手なんで、しっかり取り切れたりとか、フィジカルで負けなかったりとかする選手になってます。まあこの人も予測がついていればねなお良かったかなという風に思うんですけれども、一応空中戦の強さもねしっかりありながらですね、クイックステップもねついてるってのは嬉しいポイントになります。まあ逆足4なんで、まだパス面ね大丈夫かもしれないですけど、ただやっぱり逆足4でもちょっとこうなかなか補填できないようなね、そもそものパス数値低さになってますんで、まあ、この人もやっぱりビルドアップ面は気をつけないといけないという風な選手ですね。でそして同じく一幕で登場しましたアルバですね、ジョルディアルバになります。まあ、この人もね攻撃的なサイドバックとしては素晴らしいと思います。軽くて速くてっていう風な選手で、スキル5もつきまして、パスもね、めちゃうまいんで、テクニカルのプラスもついて、クロスのプラスもついてるんで、結構ね、いい選手になりますね。まあ、ウイングバックがもしかすると一番いいかもしれないですね。中央がね、ちょっとフィジカル弱かったりとか、もちろん空中戦ですね、そこまで強くない選手になりますんで、もし使えるんだったら、ウイングバック起用が一番、おすすめかなと思いますね。まあ、ほんとパス面、この人も非常にうまくなってますし、レーサーもね、高くって、パスサッカーする方にとっては非常に、いいサイドバックかなと思いますね。まあ、本当にブスケツだったりとかメッシのケミを合わせつつ、アルバも強くなったという風な感じなんで、まあ、守備以外は全然、いいなと思いますね。でそして続いては A ですね。 A はですねこちらも新選手何名か入れてます。 TOTS のリュディガーだったりとか、あとはクリバリかな、そしてアラウホ、また SBC で来ましたクンデだったりとか、一幕で登場しましたカンセロですね。また食べるにゃなんかもここに、入れてます。下げた選手としてはですねこちらも多く、いましてですね、バースデーアイコンの、カピタ、だったりとか、ゴラッソアイコンのカフーだったりとかを、まあ、少し厳しいかもしれないんですけれども下げてます。あとはまあ2枚目という風なことで、ヤシンだったりとか、あとはブランだったりとかですね、またリカルド・カルバールなんかもここに A に入れてますし、リュカ・エルナンデスとかもまあ現状 A ということにしてます。まずは新選手リュディガーですね。まあリュディガーねかなり、強いなっていう風に思うシーンは多かったですね。よく守ってくれたなっていう風なところと、あとはやっぱり安定感が、ある選手になりますね。安心して取り切ってくれるっていう風な選手になってます。まあ、ペースの速さと守備力の高さ、フィジカルの強さっていうのはかなり評価できるポイントになりますし、空中戦も強さがね、あります。またビルドアップ能力もねしっかりしている選手になりますし、逆足は3ってちょっと残念ですけれども、パス面はね意外と
十分かなと思います。まあ個人的にはスライディングのプラスが予測とかに変わっていればなお強かったかなというふうには思いますね。そして続いてはクリバリですね。クリバリプラスできましたんでケミは組みやすくなりました。まあアイコン2名かな、だったり1人ですね、アルアハリの選手だったりとかセネガルの選手を入れれればもう簡単にケミさんというふうなことですね。かなりねこの人も強いです。普通に取り切ってはくれますし、この人もねでかくて速くてっていうふうな選手になりますんで、しっかり守備はできるというふうな選手ですね。また空中戦も、強くってエアリアのプラスとデカさとジャンプの数字があるんでなかなかいい選手になってますね。であとはフィジカルかなり強いです。しっかりこうゴリッと取り切る力はありますし、あんまりフィジカルで負けるシーンはなかったですね。でビルドアップ能力もねしっかりね兼ね備えてます。これまでクリバリよりかはなんか結構軽くなっていたりとか、してますんで全然あり。逆足も4点素晴らしいですね。まあこの人もスライディングのプラスが予測とかだったらもっと強かったのかな、よりこう強さを感じれたのかなっていうふうには思いますね。予測ついていれば、もっと良かったっていうふうな選手ですね。そして続いてはアラウホですね。アラウホもですね素晴らしいと思います。逆足は3って残念ですけれどもパス上手くってある程度ドリブルもできるっていう風な選手ですね。ペースも、90まで行きましたし、これともフィジカル守備能力しっかり、してます。でロングパスのねプラスついてるのは結構嬉しいポイントかなという風に思いますし、インターセプトもあるっていうのは素晴らしいですね。で一応予測も、白でついてますし、まあブロックとか、ブルーザーとかもあるという風な選手ですね。まあなかなかいいですね。ビルドアップ能力も兼ね備えながらですね、しっかり守備もできるという風な、結構赤金とかで、当たれば大当たりの選手やったかなと思いますね。そして続いてはクンデですね。 SBC で登場をしました。まあクンデに関してはですね、アラウホとかルディガーほどの理不尽さというか、強さっていうのはないかな。個人的に組んで使ってってずっと、使い続けてはいるんですけど、 PC 価格50万ぐらいの、ね、価値はまああるんですけど、やっぱ身長でかい方が個人的には好きで取りきれない時もちょっとあったり、しますね。もちろんペース速かったりとか裏抜け対応しっかりしながらですね、ちょっとこうでかい選手に対しても体入れていくっていう力はあります。でかつドリブルも軽いんで全然そこはいい。ビルドアップ能力もね逆算ですけど、全く問題はない選手になりますんで悪くはないんですけど、同じねラリーガのセンターバックで言うとリディガーとかアラオホの方がまあ好みやったかなと個人的には思いますね。でそして続いてはカンセロですね。一幕で登場をしました。まあ、カンセロはですねやっぱ攻撃面、素晴らしいですね。特にパスこの人もめちゃくちゃうまいですし、ドリブルで運んでいく力もありながら結構軽めな、サイドバック選手にはなりますね。まあ、若干空中戦だったりとかあとはフィジカルの部分が弱かったりとかはするんですけど、まあ、地上戦の守備に関してもね、しっかり改善をされましたし、まあ、なかなか優秀な、サイドバックになりますね。ただやっぱりプレイスタイルプラスでインターセプトと、クロスのプラスロングパスのプラス素晴らしいんですけど、まあ、予測とか、ついていて欲しかったなっていうのは思いますね。まあ、逆足4だったら展開力もねあるサイドバックになりますんで、まあ、合う人にはめちゃくちゃ合う選手で、まあ、赤金とか、またパッから出た人は全然当たりの選手になりますね。そして続いてはタベルニアですね。こちらも右サイドバックの選手に、なっていて、まあ、どちらかというと攻撃的なサイドバックになりますかね。結構ねサイドバックの選手として点を決めることができるっていうのはこれと一つ特徴かなと思います。あとはフリーキックも、蹴れるっていうのは素晴らしいですね。また、クロスのプラス、ついてますんで、まあ、クロスでアシストなんかもしっかりできるという風な選手です。でペースも97あるっていうのは素晴らしいですね。速さってところではしっかり兼ね備えてはいますし、フィジカルもある程度あるという風な選手になってます。でジャンプもね身長はそこまでないですけれども頑張ってはくれる選手になってますし、ドリブルもある程度の軽さも、ありながらパス面もうまいっていう風な感じで、まあ、逆足さんはちょっと残念やったかなっていう風なところと、
まあ、ジョッキーのプラスだったりとかがね、うん、何か予測とか、インターセプトとかに変わっていれば、なお良かったというふうな選手ですね。一応プラスに変わってますんで、ケミはね、組みやすくなりました。そして続いては S ですね。S はですね、こちら新選手入れてますね。一幕から来ましたセルヒオ・ラモス。あとはですね、セリアから TOTS、テオ・エルナンデス、バストーニですね。これは3名を新しく入れてます。まずは一幕から来ましたセルヒオ・ラモスですね。かなり化けましたね。うん、ペースも88まで行きましたし、もう早いラモスっていう風な感じですね。守備力に関してはもう折り紙付きですね。本当にトップクラスの刈り取る能力ってのを持っていながらですね、勝て取る力もあるという風な選手ですね。まあスライディングのプラス、まあよく言えばここが変わっていれば、うん、なお良かったかなっていう風なところですけど、まあ、ヘディングも強いし、予測のプラスも備えているということ素晴らしいですね。またビルドアップに関しても逆足4で、ドリブルもある程度センターバックの中では軽くって、パスもめちゃくちゃうまいっていう風な感じなんで、かなり万能でいろんなことができながら圧倒的な守備力があるっていう風な選手なんで、まあ、かなり強くなりましたね。そして続いてはテオ・エルナンデスですね。まあテオも言わずもがなですかね。前回のテアルスでも Y でも S ランクに入っていた選手なんで、まあそっからですね、強化をされると当たり前に S という風なことになります。まあ守備のプレイスタイルプラスですね、ジョッキーだけなんですけど、あんまりなんかテオの場合は気にはならない、取りきれないっていうことがない、なんならこの人も勝手に取ってくる力があるっていう風な選手ですね。でペースが99に加えてプレイスタルプラスですね、クイックステップのプラスがあるっていうのは素晴らしいですね。まあ、新しく予測ついたんかな、これ結構白でかいなと思いますし、インターセプト、あとはラピッド、クロスなんかも備えているという風な感じで、まあ、なかなか強くなったなという風には思います。でまたスキル5にね、変わったんですけれども、まあ攻撃的なサイドバックとして、まあスキルも一応使えるようになったっていう風な感じですね。ただまあ個人的には逆足5の方がね、良かったかなっていう風には思うんですけど、まあその圧倒的なそのスピード推進力とちょっと止まってスキルなんかも使えるっていうのは、まあ人によって嬉しいのかなと思いますね。なので攻守万能に、なってしまったという風なところで、空中でも強くって、非常におすすめなサイドバックですね。そして続いてはバストーニですね。まあバストーニもめちゃくちゃ強くなりましたね。本当にまあショーダウン以来の強化カードになるんですけれども、まあまた、うん、バストーニがよく使われる、そんな期間になるんじゃないかなと思います。逆足4だったりとか、あとはパス能力すごく高い選手になってますし、ロングパスのプレイスタイルもね、一応白でついてますんで、バストーニから、まあ、相手の背後の裏ですね、もうフラスル一気にボーンって通るみたいな、そういうこともねできますんで、結構ねそのビルドアップ面ですごく助けてくれるっていう風な選手ですね。でもちろんペースも速いし、守備能力もめちゃくちゃ高くなってます。フィジカルでも負けないし、空中戦も強いし、グリッド取り切る力もあると、で予測のプラスもあるという風なことなんで、ほんと強いバストーニが帰ってきたっていう風な感じですね。まあ、もちろんこの人もスライディングのプラスじゃなくってブルーザーとかエアレアとか、また新しくインターセプトのプラスとかがついていれば、うん、なんかより良かったかなって思うんですけれども、ただもう本当に十分すぎるぐらい、最強でセリアのファンダイクかなと思いますね。こちらがディフェンダー選手の最新版のティアリストになってます。もちろんねここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。